段登れる段。どうも TQQ です。今回はオーバーウォッチの動画になります。マップはレイコータワーダメージの試合でございます。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ハンズをやっていくんですけれども、このガーデンなんですが、ファラ強いんで味方ファラ出してるっていうような感じなんですかね。でピックは半蔵かな、マクリーか半蔵か、アッシュか、そこら辺でヒットスキャンで悩んでたんですけど、相手にウィドウが出てくるとめんどくさいんで半蔵でいきます。やっぱこの半蔵のサイオンスキンめっちゃええな。マジ海の男はダサかっこいい、いやダサかっこよくはないか、ダサかわいいって感じやけど、このサイオンに関してはマジ王道かっこいいって感じですよね。で試合はあれやな、味方がウィンディーでダイブ構成で、ファラマスね、マーシーとファラで穴半蔵というような構成です。相手の構成どうなんやろなというところなんですが、最初の当たり合いとりあえず明鏡止水出して、相手まくりいますね。なんかまくりが左から来てるんで、ここはまくりをやりたい。どこ行ったの、開きますね。味方のとこ来ててまくりやりますけど、ファラやられて味方のディーバのメック剥がされて D1 やられたらちょっとやばい、無理、もう豚がもうめちゃくちゃ来る。ここはしょうがないですね。ディーバ速攻行かれてだいぶできなかったんでしょうね。相手オリブタなんでだいぶは厳しいんちゃうかなって思います。はい。で次のウェーブになるんですけど、ここどう攻めようかなって感じですよね。オリーサの盾あるんでちょっと割るのもめんどくさいというか、ちょっともったいない、縦割りすることがもったいない気がしてたんですが、とりあえずやることないんでここから打ってます。なんかね、1人頭とかでピキーンって抜いたらまず儲けもんなんで、シグマ落とされましたね。かなりピックが取られてるんで、これはちょっとやばいかなという試合展開でございますが、当たりませんね。ここから打ってもオリーサのストップ飛んできたんで、ちょっと一旦引きつつ、マクリーが右側におんのか、マクリーちょっとやれそうなんですけど、どうなんでしょうか。右から、行ってちょっと車線を探してます。でこっから相手のウルトがゴンゴン来てるんですけど、味方は誰も死んでませんね。ほんでルームフィストがマクリーのとこ行ってマクリーやってくれると、ほんで電光石火でモイラやって、味方のディーバ落ちてるんですけどスーパーチャージャーも倒していくと、ここで竜撃波、相手のオリーサとロードホックを、分断して、あとオリーサやれたらなと頭当てまして、あとはあれやね、半蔵とマクリーとモイラか奥にいますね。拠点は取れたんで、取り返しは成功しました。でマクリーに明鏡止水当てて、こうやれるんちゃうマクリー。はい、マクリーをやっていきますと、半蔵頭狙ってたんですけどね、当たりませんでしたね。拠点取ってなおかつ、時間差でキルできたんで、ここはいい動きができましたね。で相手変わらずオリ豚で、こっちがオリシグになったっていう状況です。やっぱオリ豚にだいぶはきついんかなっていうところありますよね。なんでオリシグ出したり、こういうとこでじゃんけんが始まってくるんかなと、タンクじゃんけんができるようになったのはすごいシグマ登場によってことかなと思います。でマクリーがデッドアイで穴をやっていったんですが、味方の回しが蘇生してくれて、オリーサ味方溶けてますね。ただ相手のオリーサも溶けてイーブンでドゥームフィストが暴れております。やっぱドゥームフィストやな、ドゥームフィストマジで強いっすね。今っていうか昔から強いんですけど、弱体化入る前も強かったですし、で強化が入ってからもやっぱりドゥームフィストはね、ランクマッチ野良ランクマッチとかにおいてすごい強い。あとはメイちゃんとか、メイちゃん、リーパーもワンチャンあんのかな、そこら辺が今使われてんのかな。あとダブスナゲンジね、それ以外ほとんど見ませんね、ランクマッチで。なんで DPS もちょっと限られてきてんのかなっていう感じはありますね。はい。最近でもトレーサー強くなったのか、パルスボム350になったってことで、復権するかって感じですね。で、ここ相手が来てるんですが、モイラ光ってますね。頭当てても死なへんからな、ナノモイラ。まあただナノブースト溶けまして、電光石火でやりますと自分ローなんですが、まあ、ハモンドがぐるぐる回ってて、オリーサがこれやられちゃいますけど、ハモンドやって、まあ、オーバータイムなんで、ここはそのまま拠点取りましたね。なんかあんまり敵の押しがあんまりなかったというか、まあ、ドゥームフィストが前線でめっちゃ見てくれてて、危なげない試合でしたね。っていうかやっぱ味方やっぱ強いっすね。ここら辺になってくるとすごい頼もしくて、マジキャリー待ちみたいな感じになってます。 TQQ です。まあ第2もこの感じでやっていきたいと考えてます。味方は、オリーサからラインハルト出しまして、春ザリ出ましたね。最近春ザリもなたまに見んねんな。なんかハルトが強くないや強くなってないよな。ハルトきついっすよね今。でもなんか結構出てたりして、ワンチャンあるんかなって感じ。まあ今度タンクとかでハルトやってみようかなって考えてます。まあ今シグマいるんでね、やっぱさっきも話したと思うんですけど、まあいろんな構成が出てきてちょっと楽しくなってきてるんじゃないかなということで、まあ同じくハンズをやっていくんですが、オリーサとりあえずやりますと、ほんであとは火力出していくだけですね。相手オリーサいないんで、まあ、全部通っていくんで、ここ電光石火打ち込んだんですが、メイちゃんの一発もらったんで一旦回復します。ほんで、まあ、味方のハルトの盾を使って、なんかアーナーが死んでるんですが、メイちゃんぼったちしてますね。これちょっと諦め気味なんかな。ほんでオリーサ戻ってきたんで、とりあえず盾割りつつ火力を出していくと、まあ、ウルトがもうすぐたまるんかな。まだたまらへんか。打ちたいな、打ち込みたいところなんですが、ハンドに一発当てて、ファイヤーストライクでやってくれると、やっぱ前線のここで守れとったらキルは取れていきますね。で眠らされたんでこんにちは言うといて、アナもこんにちは返してくれたんでありがとうございます。で拠点は取れまして 30% ぐらいまで来てますね。で相手変わらずオリーサでゴリゴリ詰めてくるような感じなんですが、まあここで火力を出して相手を、まあ、この入り口から出せへんような状況を作っとけばいけるんじゃないかなと。んでドゥームフィストがメイちゃんやってくれて、このまま遊撃波出していきます。もう押せ押せなんで、まあロードホックもやれましたけど、まあ、正直今の遊撃波はいらんかったね。うん、まあザリアがウルト溜まってるんで、ザリアと合わせて普通にマルチキルを狙いに行くべきだったのかもしれないです。裏でハモンド寝てるから、これは矢をプスプスやっといてやってくれると、ザリアが。ほんで後期は今からのシャターもボッコボコやね。相手がまあ諦めてるのか分かんないですけど、なんかボッコボコになってますね。まあでも手を緩めず、こっからちょっと打ち込んでいくと、まあ、拠点もね 80% まで取れてるんで、あと1回相手が来たら終わりです。ハモンドが拠点の中ゴロゴロしてるんですが、まあ、ちょっと中を見に行きつつ、相手が来る方向も見てます。あんまり裏ばっか気にしすぎても、あ来ましたねハモンド、あオッケーオッケー。前線もキル取ってくれて、100% ということでビクトリーという感じになりましたね。まあなんか見どころというか、かなりチーム力が高かった、試合でしたね。あとドゥームがほんまにやばかった。うまいドゥームフィストいたらマジで止めれないですよね。まあ、こんなんさパンチマンワンパンチマンでさめちゃくちゃな火力出てますよね。まあうまい人はドゥームフィスト使って、まあ、キャリーとかできたらごっそりレートは上がるんじゃないかなと思います。ということでここからはおまけ動画になります。昨日マルスさんとデュオでオーバーウォッチしてたんで、そのハイライトというか、まあ、クリップになります。無理えぐすぎ、無理、いやいやいやマジ、うわやった、レッツゴーレッツゴーレッツゴー、あやったやったやった、入り込め入り込め、オリーさん盾の中に盾の中に、お前逃げんな、おーやったやったおーやったやった、おー気持ちいい、うわーおい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 、ヒールくれ、あんな戦わんといて、あんなおーやってるやってる、あああやってる。あれ気のせいだ。ああこれボム。おおナイス。